皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。えー、今回なんですけれども、あの、昇級試験のね、結果が、はい、届きましたので、まあ今回はね、昇級試験を振り返ってみようかなと思います。まあ早速行きましょうか。まあ今回の昇級に関しても、自分の方は、まあ前回の動画でもチラッとは言ってましたけれども、一応、100勝のところで止めております。まあ1300、まあそんなもんでしょうっていうような感じ。 ま、やっぱりその、倍役、10倍役とかがね、やっぱね <laughs>、あの、出てきたっていうところもあって、あの、ポイント的にはちょっと、うん、ボーダーは上がってるんかなというところではあるんですけれども、まあ、ランキング見ていきましょう。はい、えー、1位の方、直木さんですね。一、えー、1位おめでとうございます。お疲れ様でした。結構ポイント的には、まあ、ちょっと離れてるのかな。うん、ちょっと離れてるものの、まあ、結構近く、 いっちゃ近い、うん。でもないか。まあまあ遠いか。ま、う、あ、ん、いような感じで、え今回の1位は、え直おさんというところで、本当におめでとうございます。えそして2位ですね。レオユナスさん、お疲れ様です。おめでとうございます。いや、なんか、めっちゃ頑張ってはる。うん、あの、編成もすごい。<laughs> あの、強々編成で、本当すごいなと思いますけれども、お疲れ様でした。おめでとうございます。 えー、3位は7位のルイチさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。えー、っていうところでちょっと見ていこうかなと思うんですけども。あ、マルコさん6位ですね。おめでとうございます。お疲れ様でした。ニャンさん5位の方もそうかな。おめでとうございます。お疲れ様でした。えー、8位転生イタッさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。えー、っと,と、11位ボスさんですかおめでとうございます。お疲れ様でした。あ13位レイラスさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。 あ14位、ベップスさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。まあ、んま走らへんとか言うときながら、やっぱこの辺におるっていうね。さすが、うん。さすがトッププレイヤー。はい。<laughs> おめでとうございます。えー、っと、おしきさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。ちょめさん、17ーナおめでとうございます。お疲れ様でした。えー、っと、あとは、うーん、今回は結構、 いろいろこう、初めて、すみません。あの、自分の記憶違いかもしれないんですけど、あの、初めて見るようなお名前の方が入賞されてるような印象ではあるかなというところ。ココさん24位おめでとうございます。シルバーさん25位おめでとうございます。カヤさん26位おめでとうございます。お疲れ様でした。29ペープの観コーヒーさん <laughs>。おめでとうございます。お疲れ様でした。 あタケちゃんさん32位おめでとうございます。デンジさん33位おめでとうございます。えサスケさん34位おめでとうございます。ペ <laughs> ちゃんでもうまんまやんまんま。<laughs> 35位おめでとうございます。お疲れ様でした。タカさん38位おめでとうございます。え39位グッチンさんおめでとうございます。お疲れ様でした。 うーんあ42ペイちゃんさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。43新次さん、おめでとうございます。お疲れ様でした。ゆいきっちゃさんもそうだな。ゆいきさんかな。44位、おめでとうございます。お疲れ様でした。あやさん、46位。おめでとうございます。お疲れ様でした。うーんあとは、シールさん、50位。おめでとうございます。 お疲れ様でした。というところで、まあ、今回も、えー、と、1位から50位の方をご紹介させていただいたんですけども、あの、あの、あれですね、ツイッターとかでね、えっ、ー、と、お名前ちょっと自分の、あの、記憶にある方っていうか、えー、そういう方を中心に、えっ、ー、と、ご紹介させていただいたんですけども、飛ばしてみたら本当申し訳ないです。すいません。はい。というところで、えー、皆さん本当に入賞された方々も、あの、元よりですね、えー、初級試験。 参加されたかさ、さ参加されたか、何言うてんね大丈夫か、おい。大丈夫かうん。<laughs> 参加された方ですね。全ての皆さんお疲れ様でした。というところで、えー、人気順の方をね、ちょっとね、今回もちょっと見ていこうかなと思うわけなんですけれども、 ちょっとやっぱり変わってるよね、きっとね。うん。まあ、ナルミナまあ、この辺、ナルミナがやっぱ1位になるんやね。もうみんな持ってはるんやね。いいな。<laughs> うん、そういうところでね。えー、っと、ま、傷だけらがポンポンポンと来とるというところで、やっぱりこのコスト0というところが、うん。まあ、いつも言うてる通りって感じかな。っていうところで4位にね、このね、イタチがやっぱり入ってるんですよね。 あの、先日、あのー、最強キャラ、まあ、皆さんで決めませんかみたいなね、えー、動画もちょっと出させていただいてるんですけども、その中でも、このイタチっていうのはね、やっぱりこう、1位に推してる方は非常に、うん、多いかなというところで、やっぱり性能も、うん、強いものになってるんかなというところですね。まあ、ゲットされた方は、今回の昇級試験に関しては、編成に入れておったのかなというような印象。 えー、5位のこのナルトに関しては、まあ、あの回復とか何だとかで、あのー、貫突っていうところが、うん、あの見えてるキャラなんで、この辺の順位に入ってくるのかなというところなんですけれども、強いよね、自分も今回使ってたんですけど、まあ、火力に関しては申し分ない、うんあのー、貫突できてる方が多いという意見もあって、この辺の順位にあるのかなというような感じ。 そして6位のカカシガイもうこれに関してはこの子はめちゃめちゃ強かった。うん。あの、相手がボットっていうところで助けられたところはかなりあるんですよ。自分で使ってるところで言うとかなり強いんやろうなというような、まあ自分持ってないなんとも言えないんですけど、いい印象はすごいあったかなというような感じ。で7位の、えっと、神のサスケに関しても、まあ配布でもろもろもらっているからこの辺かなというところ。 で8位の忍法陣が、忍法陣じゃない。<laughs> えっと、8位のこのね、サスケも強いよね。うん。えっ、ー、と、絆のサスケサクラ。まあ、この辺に入ってくる感じだね。で、このひなたもね、相変わらず強かったね。うん。 まあ対策してないとね。まあ何でも動けないような感じにはなると思うんでね。まあこの辺はやっぱマステキャラとして、まあ君臨してるのかなというような感じ。えそしてミナタンドクシナが11位に入っておる。まあこれで自分使ってましたね。うん。日本人キャラがまあこれしか持ってないっていうところもあるんで、まあこれはもうマストやったかな自分の中では。 そして、柱間マダ、ま、だ結構これも出てきたね。確かに。うん。で、まだまだ、現役の絆、絆しない神の、えー、内派、絆というところ。えー、そして、柱間もこの子も強いよね。うんいや。個人的には結構厄介やったキャラの一人かな。うん。それで、神のあると、えー。そして、えっ、ー、と、イベントで手に入るツナまで、まあ、これは自分も使ってたんですけど、まあ、イベントさんにしてはもうかなりの優秀。で、神のペイン。まあ、これもね、最近実装されたキャラですけど、まあ、あのー、 イタチとかとね、えー、組ませてっていうようなところが非常に見受けられたかなというところの対抗馬として出てきたのがこの神の戦になるとですね。まあ、赤月キラーと言わずと知れたね、赤月キラーというところで、まあ、今回の昇級でも割と活躍してくれたんじゃないのかなというところ。でそして、うん、このメのイタチ相変わらずしぶとこく入ってくるよね。ほんまね、まあ、赤月編成がまたね、徐々に徐々に盛り返してきてる中、この、うん、キャラはね、えー、入れるっていう方も少なからずいたのかなというような感じ。 で、そして20位にこのおるよね、このヒルゼン、これ何年前のキャラですかって言うんですけど、ほんまね、うん、まだまだ息の長い。まあ、この性能がね、あの、物語ってると思うんですけども、まあ、ああのー、長いね、息の長いキャラになってるなというような、えー、印象ではあります。まあ、当然厄介やったよね、出てきたらね、はい。 はい。というところで、まあ、今回の昇級試験ですね、あの、振り返させていただいたんですけれども、皆さんね、えー、冒頭でいましたけれども、お疲れ様でした。はい。というところで、まあ、またね、えー、っと、今度は、 イタチとナガトかな、うん、<laughs> あの辺の、うん、キャラが出たりだとか、まあ明日になるんですけども、まあというところになるんで、まあ、性能うんはね、ちょっとチラッと見たところで言うと、まあど,どうなんやろうっていうところはあるにせよ、まあね、実際使ってみいとわからんっていうところもね、まああるかなと思うのも,もあるんで、うん、まあもっとね、えー、実装された時にちょっとじっくりね、また見ていきたいなと思いますので、またその辺は動画にて出させていただきたいなと思います。はい、というところで、えー、今回の動画はこの この辺でお開きとさせていただきたいなと思います最後までご視聴ありがとうございました